はい、こんにちは、なおさこです。先日、デッドスローリーデリブについてチュートリアル動画を紹介しましたけども、その後いかがだったでしょうか。まあ、天気が悪くて、なかなか、試す機会もなかったかもしれません。僕も、まあ、釣りがね、まあ、無理すればできるけど、釣りできてないです。まあ、前回のデッドスローリーデリブの動画についてですね、まあ、質問等あれば、まあ、いつでも、まあ、動画のコメント欄や各種 SNS から、私、なおさこにアクセスしていただければと思います。ということで、今回なんですけども、実は僕が新編を使って、いて一番重きを置いてるのはですね、まあ、薪もそうなんですけど、薪よりもやっぱりこのフォールだったりするんですね。でなぜかっていうと、このフォールをどう魚に見せるかによってで魚の捕食スイッチを入れることができます。で今日はそれについてシェアしていきたいと思います。もちろん前回のデッドスローリトリーブで薪で釣れることもあるんで、それでも全然 OK なんですけど、このフォールを自在に組み合わせることによってさらに超過が増します。で多分新編が苦手な人ってで、このフォールの動きに対して、まあ、どう動いているのかわからないとか、まあ、今ルアーがどこにあるかわからないとか、あるいはこの着底がね、わからないとか、まあ、あとはもうそもそもこの新編を使ってて食わせるタイミング、まあ、あるいは食ってくるタイミングがわからないとか、まあ、そういうこと、そういう悩みあると思うんですけど、まあ、実は僕もそこの壁にはかなり悩まされて、今でこそ慣れましたけど、結構コツを使うまではかなり時間かかりました。そんな悩んでいるあなたを救ってあげたい。まあ、タックルの手元の感度はもちろんなんですけど、まあ、今思うとやっぱりこの水の中でどう動いているのか、まあ、ちゃんとイメージできているかどうか、これがねやっぱかなり重要だったんだなって思いますね。そこのイメージと頭の中のイメージと実際水中で起きていること、最近はアジャストなんていう言葉で言いますけど、そこのイメージが合ってるか合ってないかで全然やっぱり、ね、魚を釣れるかどうか食わせられるかどうかって変わってきますんで、そこでですね、まあ、今日は実際水中でのフォールの映像をちょっと撮ってみたんで、まずはご覧になっていただければと思います。はい、皆さん映像をご覧になっていただいてどうだったでしょうか。この水槽の水は水道水なので、実際海水の中でもう少し、ゆっくり、ゆったり落ちていると思います。まあ、とはいえ、まあまあ、こんな感じでしょうね。やっぱり魚って、このゆらゆらホールにとってもよく反応するんですよね。それと、これはまた順応って別動画で説明していきますけど、進化速度。
落ちる速度、これがですね、このゆらゆら落ちることと同じぐらい、もしくはこの落とす速度、これがね結構重要だったりもしますね。はい、ゆっくり巻いてきて的確なところで落とす、この時水中で何が起きてるのか、これで大体イメージがつかめたと思います。で、このイメージ持つことによって、ただ何もなしに、根拠なしに、巻いてきてストップさせてフォールさせるよりも、ここぞのタイミングでゆらゆら落としてあげる、まあ、そういう釣りの仕方なんですよね。どうでしょうか皆様、冒頭でお話しました通り、新編って何やってるのかわからないから苦手、まあ、何やってるかだんだん分かってきましたよね。はい、ということで、ちょうど次のマゴチメーター47がですね、このぶっ飛びくんのポールの動きを駆使して、まあ、あれだけ入れ食い状態だった、マゴチがですね、産卵期に入るとパッタリ釣れなくなるんですよ。その産卵期の激渋マゴチをですね、口を使わせた釣果になっておりましたので、先ほどの水中映像のようにルアーの動きを想像しながら、私の手元の動きをじっくり見ていただければと思います。ということで、またまたやってきたと思います。今日は中潮、朝一よりちょっとメッキの夏でやってみます。今日潮の感じが柔らかい潮でいいですね。ベイトが入ったね。反応ないんで変えまーす。ぶっ飛びぶっ飛び。
じゃあ朝定番カラーでいきましょう。よし、食ったぶっ飛びぶっこみ一撃、よいしょ、遠いっす。よいしょ、よっしゃ、よっしゃ、マーゴーボーク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 、マゴチメーター46、ぶっ飛びくん一撃、今日一本目、サイズ、おいー、さあマゴチメーター47、今日1本目です。はい、行ってらっしゃい。